とことんやり込む、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日はタワー更新ですね。今回は30回となってます。長いよ。18回だった前回が本当に良かった。まあ、とりあえず、30回長すぎるので、15回ぐらいで1回、終わりましょうか。で、前編後編と分けますね。どうせ最初からきついんでしょ？ちょっと待って！嫌なやつ。ちょっと待て。この数で、アーチャーも一緒に出てくると、辛いよ。えらいこっちゃだな。お前来るの？うわ、火力が高いって。よし。ナイス。俺の TNT ナイス。終わりか。一回きつ。あの狭い中であの数は辛いね。あ、エンチャン何がついてんの？エンチャントあんま良くないね。珍しいやつがあるなぁ。でも、いりません。そのまま行きまーす。で、2階がここ。まあ、ここは、開けなければ、大丈夫でしょう。あ、敵の火力意外とあるな。まだ来る？おー、意外と敵がでもそうでもないわ。あとこっから処理していけばいいんじゃない？待っとくのがめんどくさいな。こちらはもう出ないっぽいので、あとここで終わりかな。2回楽勝。2回楽です。3回行きまーす。クールダウン付き。だけども耐久力が下がるのでいらないかな。バーストボウストリング、クールダウンショット。いりません。なしで。まず最初はエンチャポイントを貯めていくか。でも、いいやつがあればすぐに取っていきたい。なんだろうね、今回のメインウェポンとなるのは何になるのか。出るね。よし。雲も結構いるから。はい、足止めが結構多い。いやー、なるほど。雲からの弓でだいぶダメージをもらいやすいので、それ注意ね。でもそれ以外は別にめんどくさい敵もなしか。まあ数は多いけど大丈夫じゃ大丈夫でしたね。パネはいいけどもなしでいきます。で、4回。ボスは多分、10回、20回、30回かな、今回は。どうだろうね。まあ、ボスが何になるか気になるところ。テンペストゴーレムはやめて。あと、ガーディアン。あの2体は、ちょっとめんどくさいんで、勘弁してほしいですね。危ない。楽勝。4回問題ない。影凸ができる感じ。いや、いらんな。サンゴは絶対いらんぞ。プレートアーマーか。前回お世話になったからな。攻撃力は減るけども耐久力がだいぶ上がるので、 C、商人でフルメタルにしてもいいしね。プレートでいきます。エンチャントを、リサイクル、まあ、ライフブーストだろうな、これだったら。まあ、リサイクルも入れていいだろうけど、なしで。いきます。まあ、武器が来たらね、それにつけたいので。ちょいちょいちょい。おい。嫌な敵。あー、火力高いお前は。あー、プレートがまだよかった。やっぱそう 30% のダメージカット、あ、ダメージ無効か、あれが超優秀だもんねこれ。もう前回使っても本当に思った。 30% のダメージ無効はマジで優秀。うわ、すごいな、すげえな。危ない、虚無にはならんように食力立ち回っていきましょう。じゃあ、もったいなかったな。今フルーツ出たでしょ。フルーツ出たのはもったいない。あて、あ、食らってる、やべ。虚無はもらいたくなかった。でも多分もう終わりでしょ。多すぎだってば、本当に敵が。マジでか。よし、まだいるの。危ねえ。ああ、結構きつい。嫌なステージが多い。ああ、いやーか、耐久力が減るのかな。なしでいきます。武器がそろそろ欲しいけどな。武器が欲しいんですけども、俺が好きなやつがない。どっちで戦う。でいいか。よっしゃ、失敗した。上でね、ここで弓を防ぎながら行くっていうのはいいよね。やばい、クリーパーいる。あっ、ああ、マジか、相当食らったぞ。クリーパー出るの。ちょっと待って、アーチャーだらけこれ。弓で倒すしかないか。いや、もったいないけど、この風の中で動けないもんね。ある程度数を減らしていこう。これはもう仕方ない。よっしゃ、で終わり、終わりだな。キーパーがいるので、ちょっと注意しようか、ここは。クリーパー食らっちゃうとね。でも狭い中で来るんで、なかなかきついんだよね。バトルスタッフ、いやー、バトルスタッフじゃないよね。いや、バトルスタッフが違う違う。なんかボスによってはちょっと弱点になるような装備は、まあ、ちょっと待って、クリーパーいる。おー、ちょっと待って、まずい。よし、あっぶねえ、あっぶねえ。うわ、嫌な場所ここ。何ここ、出てきだった。ああ、やばい、首をかいてたら敵が来た。よし、まずいな。よし、ちょっと待って、エンチャンターいる。よっしゃ、こっちもや。難しい。今回結構難しいよ。で、武器欲しい。火力がない。愛のメダルだー。怒りも欲しいよ。怒りもいい。ダイナもついてるしね。いや、愛のメダルかなー。多分怒り以外にも武器が来るはず。でもダイナモとかついてたから相当いいやつで割ったんだよな。ちょっと良かったね。でもまあ仕方ない。凍結が嫌な感じ。よっしゃー、 OK。 武器火力がもうちょっと欲しい。もうちょっと火力をください。倒した？はい。何か武器くれ。あ、次商人だ。ってことはボスか。やった。だがじゃねえだろ。でももうだがしかないもんね。で戦えってか。ボス次第だわ。あと金細工、こんな防具を上げるしかないから。いいね。89。結構 HP あるっしょ。2500ので何がついた？いらないいらないな。武器ちょっと火力上げよう。追い打ちさんでいいか。いやー、これなんかリーチが短いやつが不利なとこやつが出たら嫌だなー。1体か。ボビー、ちょっと待って、マジか。ボビちゃんでしたか。ちょっと待てって。もうよし。きつい。もうなんだこれ、ひどい。ちょっとこれマジでひどいぞ。これひでえ。オッケー。うわ、徐々にこっちに来たよ。いけ。いや、これきつい。マジできつい。うわ、これひでえわ今回。これよし、いけた。ちょっとおーい、これはきつい。なんだここ。いや、ブレイズの火力がまずおかしいぐらいあるし。よっしゃ。いや、もうちょい。削りきれん、こいつのシールドを。うわ、ちょっとこれ無理。マジか。これなんだここ。驚くほどきついよ。よし、とりあえず弓でもある程度消していく気はねえじゃん。ちょっと待て。ブレイズ3体出た時に OKOKOK。 愛のメダル使って、いや2体としていいか。 OK。 3体だった。これでいく気はないでしょ。おーいって、ブレイズそんな出てくんの。よし、 OK。もうちょい。おい、きっつ。何これ、なんだこれ。俺武器でも、ここまで来るのに、いい武器なかったでしょ。つらっ。いや、これ、難しいよ、今回。ひどいな。地雷でいきます。なんじゃいなんじゃい、本当に。でもダガーはもうすぐにでも変えたい。もうリーチが短すぎて戦いにくい。まあ、火力がそこそこね、一応あるにはあるんですけどね。ちょっと待って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 、引いて本当によし。もう嫌な敵のオンパレードですよ、本当。よし、もういない。あ、まだいる。すっげえ。あ、でも終わりか。きついねー。あ、バブルバースターだ。いや、クールダウンショットはない。バーストボーストリングもないからね。で、エンチャンターの書か、ゴーレムが途中で出てきてくれるなら、これを持っていってもいいけども、今持っていってもあんまり意味がないな。ブラストだけ。で、またこれ？めんどくさいステージだね。本当にめんどくさすぎるステージ、今回は。そうか、ちょっと息ができなくなってきた。危なっ。じゃあいいかな。あとは鍵を取って愛のメダル使えばいけそうだね。よっしゃ。なんかポコっていう音はあれか、探索者か。100フレームぐらい動いたら HP 回復するっていうあれだよね。はい。なんだここは。よし、終わり。いや、時間かかる。クールダウンある。こっちポーションマリア。こっちだな。火力ちょっと上がるしね。OK。で、クールダウン。で、ビーストバーストもあるから、途中でなんかペット取っていっても良さそうですね。で、エイリオンもう一個入れとけ。危ない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 。ナイス。あぶねえ。ちょっと待って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 。嫌なところにエンチャンターが来るね。あいつまず倒しとかんと。待て待て待て、後がきついぞ。よし、もうおいおい、なに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 、なんでなんでなんでな、ちょいやばいやばい、おい、なん、シュルカーいるのか、そういうことね。いやいやいや、なぜ射撃来るかなと思ったらそういうことか。いや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 、これきついって。なるほどね。こりゃつるいないわ。シュルカーが後から湧くんかい。ちょっと待って待って待って、すごいな。いや、ほんとこれすごいな。ええぞ。はいはいはい、ここすげえ。よし、オッケー、よっしゃ。ちょっとはマシになったか。いやーひでえ、ここマジでひどい。よし、すごいステージだ。よし、終わりか。いや13回きついぞこれ。13回注意して。武器欲しいけど、あーでもこれ乱射取ろうか。うんうん、まあ乱射間違いないよ。んでエンチャントはあー別にないね。加速入れていってもいいかなぐらいの感じですけども、入れていこう。光でもよかったかな。いやーすっごい今回これもびっくりよ本当に。いけ、任せだ。ある程度倒して、嫌な敵。おいおいおい、こっちからもう倒してたがいいかもね。よし、あで愛のメダル使って押しとけばだいぶマシだわ。よし、あーなるほどね。あでもクールダウン入ってるからだいぶやりやすいよ。うん、いい感じだ。いけ、任せた。ナイス。すらすら本当に。いやいいかな、そのまんまいきます。武器変えたい。こう箱があるよね。はい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 、分かってる分かってる。おーい、すごすぎるぞちょっとここ本当にすんごいすごいって、敵の数がすごい。これ突っ込みすぎるともう速攻やられる感じですよ。でグラストだけと愛のメダルは必須級だ。うん、ないと倒せないかも。15回クリアです。いやーこれ後半戦なかなか厳しくなるかもしれない。うん、まあ、とりあえず、15回ここで前半は終了したいと思います。今回のタワーやばいよ。刀に変えようかな。うん。はい。では、次は16回から30回までいけるかな、やっていきたいと思います。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。